どこのショッピングセンターにもずらりと並んでいるカプセルトイ。今空前のブームが起きているのをご存知だろうか。そもそもカプセルトイが爆発的な人気を博したのは1970年代。全長3センチのカラフルな自動車スーパーカー消しゴムが登場。消しゴムという名ではあったが、子供たちの間でノック式ボールペンを使った遊びが大流行した。さらに1980年代には筋肉マン消しゴムが登場。全30シリーズ418種類、1億8000万個を売り上げた。この頃までは子供をターゲットにした商品ばかりだったが、1990年代以降、技術の進化とともに大人がハマる商品が増えていった。リアルを追求した生物シリーズ、コレクター精神を煽る仏像シリーズなどが大ヒット。そして2012年、コップの縁にちょこんと座るフチ子が登場。50万個で大ヒットと言われる中、800万個以上売り上げた。ちょっとセクシーだね。今やカプセルトイ市場は270億円の規模にまで拡大。あ、嬉しそう。そんなカプセルトイには独自の世界観を持ったバリエーションが続々登場している。まずは自由の女神をモチーフにしたカプセルトイ。自由すぎる。楽しそう。バラバラのパーツを組み立てると、自由すぎてキャンギャル女神、キャンギャルポーズ、自由すぎて MC 女神、自由すぎて脇を静観する女神、会社のデスクに並べたいと OL たちにも人気となった。ちなみに世界的に有名なブロンズ像考える人は考えることをやめてしまった。やめた。続いては猫のけなげな姿が人気のカプセルトイ。必死の形相で今にも倒れそうなスマホを食い止める猫。ここは俺が食い止める、お前は先に行くにゃ。ここは俺が食い止めた、お前は幸せになるにゃ。けなげだな。体を張り続けている。続いて子供の頃に流行ったいたずらを再現したカプセルトイ。干潮をする親父、しかもお尻には穴が開いていて指が刺さる。これ好き。いいですね。これ好き。干潮トレイン。これらはつい集めたくなる気持ちもわかる気がするのだが、ここからは一体誰が買うんだろうと首をひねってしまうその他。まずは工事現場に欠かせないあるものを再現したカプセルトイ。そのた。お、すごい。いや、いいけどね。三角コーン、コーン一つとバー一本がセット。組み合わせるとよりリアル。およそ6センチ、本物の12分の1の大きさ。お客様専用、満車、分譲中など全て違う文字が入る。いや楽しい。続いてのその他は、脚光を浴びることがなかった生き物にスポットを当てたカプセルトイ。そのた。裏庭の生物。なるほど、いいじゃん。超いい。本物そっくりのダンゴムシ。もちろん裏側も結構いいな。14本の足がしっかり再現されている。これ家に置いときたい。ミミズのうねり具合や艶までリアル。いや、リアルです。この他
ハサミムシ、オケラ、トゲクマムシも。ちなみに生活害虫だけを再現したものもある。その他に裏庭の生物、最後のその他は、なんでそれをそうしてしまったのかと疑問を持つカプセルトイ、その他。重機の唐揚げ、ダンプカーの唐揚げ、ミキサー車の唐揚げ、クレーン車の唐揚げ。